アルフォンソマリアデボルボドスシシリアスイボルボンは、カラブリア系ボルボーネシチリア家の課長。スペイン王子、カラブリア公を呼び、カゼルタ博。イタリア語名は、アルフォンソマリアディボルボイコールドゥエシチリエ。イボ妹に、スペイン国王ファンカルロス一世の母、マリアデラスメルセデスがいる。カゼルタ博、カルロ・タンクレーディと、スペイン王女、マリアデラスメルセデスの長男として、 マドリードで生まれた。1904年、母マリアが妹、イザベッラを出産後に救世すると、母方のおじにあたるスペイン王アルフォンソ13世によって、アストリアス公を呼び、スペイン王子の称号を授けられた。1936年、ボルボーネパルマ家課長エリアと母の10枚にあたる、オーストリア大公女マリアアンナの4女アリーチェと結婚し、一男二女を設けた。 両シチリア王家課長であった叔父のカラブリア公、フェルディナンドピオが死去した1960年以後、カラブリア行為を継いで、叔父のカストロ公、ラニエリと両シチリア王家課長の座をめぐって争った。スペイン王子、アルフォンソの紋章。ありがとうございます。